ギラバンツ北九州は今日新門司球技場に田坂新監督をはじめ新たな選手スタッフが集まりました。練習前には去年12月に新たに就任した石田新一社長も加わり、宮司による安全祈願が執り行われました。初のミーティングで田坂監督が話した言葉は相思献身、走る姿にその人の心が現れるという意味の言葉です。選手たちにハードワークを促し、フィジカルトレーニングに力を入れます。新加入の岡田優輝選手はすごく経験豊富ですし、あとは新しいサッカーをするっていうふうにはもうきっぱり宣言されていたので、そこに自分のプレーを落とし込んでいきたいですし、すごく楽しみです。サッカーのトレンドはワールドカップに見えるという田坂監督。アルゼンチンのスーパースターがあれだけハードワークして、国のために戦うというところであったりとか、日本の代表もやっぱりなぜ感動を呼んだかって言ったら、やっぱりそういう魂のところを見せたっていうところはスポーツの原点のところであって、田坂監督の目指す新しいサッカーにつながります。細かくボールをつないで、ゴールに迫っていく、その中で、ハードワークであったりとか新しいトレンドも踏まえながらチームを作っていきたいなというふうに思っています。新たな指揮官の下、3年ぶりの J2 復帰を目指します。